はい、どうも、新宿アボイ金木です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。ね、はい、寺子さんがね、浜子寺子っていう男女コンビのね、はい、寺子さんっていうの漫才協会いましてね、はい、漫才協会文化祭っていう、ね、プロデューサーで主催してたんですよ。はい、で、そのイベントは漫才協会の芸人さん呼んで、漫才をやらせないで、うん、他のこといっぱいやらせて、うん、タップダンスやらせたりとか、なんかユニットでコントやってる人もコントやらせたりとか、ね、うん、そういうイベントがあった中で、俺クイズ部の部長なんで、はい、ちょっとクイズ出してもらえませんか、うん、なるほどね、うん、でオファーがあったんですよ、はい、もう2、3ヶ月くらい前に、うん、あ、いいっすよっつって、まあ軽く返事して、で、その時言われたのが、うん、まあまあちょっとそんな問題わかるかよみたいな、うん、漫才協会に関する、なるほど、ちょっと難しい、難しいっていうか、なんだそれみたいな、あ、なんだそれ、ああ、みたいなやつをやってほしいと、はい、で、クイズを出す相手は、うん、漫才協会のナイツのお二人と、はい、ロケット団の三浦さんと、うん、幼少の陽さんと根津さん、なるほど、で、この 5名で、その前にナイツの土屋さん以外で新しい満響のリーダーズっていう、うん、ね、新しい学校のリーダーズのパロディーをして、うん、なんかミュージックビデオ、うん、YouTube にミュージックビデオ出したの、うん、ネタがあるんですよ、うん、そのパフォーマンスすると、うん、で、その後に土屋さんを呼び込んで、うん、その新しい満響のリーダーズの中のリーダーを決めるようなクイズをしてほしい、うん、なるほど、分かりました、うん、で、どのぐらいの時間ですかって言ったら、まあ、できれば5分ぐらい、うん、まあ、3、4問ぐらい3、4問ぐらい出してくれればいいからって言われてです、うん、あ、悪いしたっつって、うん、受けて、まあ、そこから2、3ヶ月後ぐらいに、うん、まあ、リハーサルがあって、はい、投資のリハ、はい、で、投資のリハやってみて、なんかこう、いろいろクイズは考えていったんだけど、うん、こんな感じでいいかなっていう打ち合わせしてたのね、うん、もう一人副部長の母子の関君で、はい、当日まで全くクイズとかも俺が全部考えて、うん、こんな感じにしますっていうのをその場で伝えたの。やってみてさ、うん、ちょっとこれ大丈夫かなって俺ずっと思ってた、問題的に、うん、ちょっと盛り上がんねえかもしれないなとか、うん、ちょっと思ってて、うん、で、時間どのくらいなんだろうなっていうのをここはちょっと確実に聞いておきたかったなと思った、うん、で、翌日ね、漫才協会の総会があったから、うん、聞いてみた、うん、これってじゃクイズ何分ぐらいなって、うん、で、聞いて、あれ5分ぐらいでいいんだよねって聞いたの、うん、俺そしたら、あ、短いなって言われたの、うん、話が違うな話が違うなと思ったの、うん、俺、うん、え、短いんだと思って、じゃあもっと問題増やさなきゃと思って、うん、もともとやる予定やったやつ全部捨てて、うん、新しく考えて、うん、やったの、うん、で、考えてその週じゃないの、その週ね、それが火曜日に聞いたの、5日か4日間ぐらいしかなかった、で、土曜日、そう、うん、で、全部もう捨ててこっちの方向もにしようと思って、もともと考えてたのがクイズ出してクイズの答えの尻を取ったらなんか土屋みたいな感じになって、うん、謎が仕組まれてましたみたいな感じにしようと思ったんだけど、うん、前でも受けないなとちょっと思ったの、ちょっと途中で、うんうん、で、しかも長い、もうちょっと長くやってくれって言われたからさ、うん、もう全部やめて、はい、言ったらもうエピソードクイズみたいな、うん、もうそれもやめてやめて、そうね、リ、満響のこと何でも知ってますよね、うん、じゃあこういうエピソードあるんですけど、この時どうなったか分かりますかみたいな、うん、で、まあ、答えてもらう人たちはちょっと若干大喜利っぽくなるから、うん、負担はあるなと思ったんだけど、うん、まあそっちの方がいいかと思って、うん、やったのよ、うん、で、本番やったんですよ、うん、そしたらね、まあ言ったらもうちょっと長めにやってくれって言われてる5分もね、うん、まあ感覚では15分ぐらいの感覚で言ったら、うん、気づいたら35分ぐらいやった倍以上やった倍以上で、しかも出したもんで4問ぐらいしかやってもうほとんどじゃん、もうもう喋りがみんな喋っちゃって喋っちゃって、で、エピソードもなんだそのエピソードとかいっぱいツッコミとか入ったりとか、はい、いろいろあるから、まあまあ、で、一応まあ聞いたら、まあ盛り上がったんで全然良かったって作れたから、う
まあいいかなと思ったんだけどさ、うん、それをね、うん、まあフリップを用意してもらって全部、うん、で問題と答えをねもうフリップに貼り付けたの、うん、とそうしたらえらい金かかっちゃってさ。え、フリップ？フリップ自体は、うん、多分ねそれはもう経費、うん、寺子さんに買ってもらったやつなの、うん、そう5人分とで6枚あ、そっかそっか一人ずつ出すから、ね、あ、そうですね、それが多分そのねフリップ自体もちょい高めのやつ、うん、あの本当にあの100円ショップ売ってるペラペラのやつじゃなくてだからそれこそめくりネタとかやるめくりネタとかやるやつのあ、はいはい、結構高いなと思ってたから、うん、ねちょっとこっちのかかった経費のこと言えなくてさその西田さんかかった経費っていうのはこれが問題作るじゃない、うん、で俺家にプリンターないからコンビニでなるほどプリントアウトするんだよ、はいはい、文字だけだったら20円ぐらいなんだけど、うん、そうかそれに例えば顔写真とかあってこの辺で答えはこれですみたいな感じにすると顔写真やっぱカラーにしなきゃいけない、うん、確かにねそのカラーにするのがさめちゃくちゃ金かかっちゃってさ、うん、あなんだったらそのコピーだけで俺2000円ぐらい使うあら2000円ぐらい使ってて、うん、であと俺テカンペ用意したのよ、うん、テカンペってちょうどいい大きさがないから、うん、絵はがきサイズっていうのがあるのよ、うん、プリントアウト時に、はい、それにしたのよ、はい、まあそれもだから1枚30円なんだけど問題が多いから、うん、まあだから250円前後、うん、で穴を開けるパンチああなるほどねパンチのテカンペの買ってであとリング買ってあ、はいはい、で貼り付ける両面テープあー、はいはい、でなんだかんだしたら3000円ぐらいかかってるのそういう問題も考えてね問題考えてそれはでもいいんじゃないの？で多分俺そのフリップも俺相当高いと思うよ、うん、下手したら2000円以上かかってる、うんまあ、でマジックもそう、ね、1本ずついってるから、うん、だから俺がやったクイズコーナーで多分5000円ぐらいかかってるもうだから他の誰よりもちょっと金かかっちゃってさ、うん、ちょっとそこに関してはねちょっと俺寺子さんに申し訳ないなだからそこ言えなくて経費がすごくかかったっていうこう言ってもね、一つの公演をのコーナーで、いや大丈夫じゃないの？そこは、それをかぶる必要本当はあのフリップじゃなくて、うん、まあ書きはフリップにしてもらおうと思ってたけど、うん、問題出すのをプロジェクターが出そうと思ってた。ああなるほどね。問題こちらみたいな。こちらでパソコンに全部入れて、はい、でパワポで出してって思ったんだけど。はいさすがにそれ用意しないだろうなと思ったから、うん、完全に俺そういうのはもうこっちで聞かずに止めといたの、うんはい、でも実際見たらなんか当日言ったらプロジェクター買ったっていうのそのなんかいろいろ協力してる芸人 もう使えるようなねあ、はい、まとめて買ったみたいなやつだから、うん、でそれをなんか本当に本番の始まる30分前ぐらいにもできそうな感じはあったんだけど、うん、でももう俺それで3000円ぐらい使ってるから、まあね、使ってるからねもったいないよねでせっかくだからじゃあまあ次回はじゃあそうしようっていうね関君と話して、うん、でそうねフリップ使ったんだけどさ、うん、フリップもさ時間がすげえ過ぎてるからさ別に全部使ってないの、うん、ああそうだよ、ね、もう半分ぐらいで終わってるからさ、うん、で事前に何問か外してるから、うんテカンペもね。テカンペもそう外してるし、もともとやるって思ってたのこれ受けなそうだからやめようって言って、うん、何問か外しても捨てちゃったから、うん、なかなかねこう自分の中でそのねプリントアウトする前に決めとけばよかったんだけど、うん、お金使ってからそういうふうにしちゃったから、うん、なんとも言えないね感じになったね。なんか本当お金払ってエントリーライブ出てるみたいな。まあね確かに。あ確かにちょっとね比例してないですよね比例してなくてあこれ結構大変だったななるほどあいやでもそれはどうなんだろうね言えばだってもそこは経費だからね一つのコーナーをやる上でね、まあ、それはいいんですでもまあそれはねもういいんですかそれはもうしょうがないなと思ったんだけど、はい、なんか一番金かかってんなと思いながらやっててさあでしかも偉い長い時間やったから
まあまあね、じゃあ次やるときはちゃんとこのぐらいの時間でって聞いてね、やりたいな。ああ、そうだね、はっきり言ってくれなかったからね。なるほど、大体でいい。このくらいをやってくれって言われなくて、5分じゃ短いって言われたから、あ、そうで、出る直前に何時までやりたいの、やるのこの、イベントって聞いたら9時は超えたいって言ったの。7時半から始まって、まあ、1時間半ぐらいで多分収めたかったんだけど、で、そのね、満響リーダーズが終わったら8時40分ぐらいだった。もう、もうじゃあもう全然いいなと思ってさ、余裕かましてたらほんと35分ぐらいやつってさ、やめなと思って慌ててやめちゃって。それはそれであれか、9時15分ぐらいに終わったってことでしょ。そう、ね、気づいたらそのぐらいまでいってさ、でそこから、まあ、エンディングみたいな、エンディングがあって、その後にタップダンスあって、あでエンディングやってて、まあだったらまあ9時半ぐらいには終わった、もうちょっと早く終わりだもんね。でもまあ盛り上がったもんね。まあ確かにね、そのやっぱねエピソードコーナーだからやっぱり盛り上がるのも盛り上がったんですよ、結構大変だったんだね、2点3点したんだね。いや2点3点した、いや結構1、2ヶ月前ぐらいからさ、これを考えようと思ってんだけど問題ね、そうこれどうかなとか聞いてきたりしたの、クイズ自体はもうすぐ決まってたからいいんだけど、でもそんな、いやそれ通してたら多分すげえ滑ってたの。やっぱ画を通すべきじゃないなと思った。難しいね、これをやりたいっていうのが先行してるから、それ楽しませるがあんまなかったから、逆に良かったかもしれない。ああ、そうかな。まあ、難しいね。難しい。はい。そうなんですよ。はい。ありがとうございました。